降伏。敵するは黄金の部族と30万、多くは民とはいえ改めて言われいえ、なん郊外、あざなは幸福孫家の長、孫権に仕える豪の者である。黄金の乱を鎮圧するため兵を挙げた孫権に従軍。この機に孫家の名を轟かさんと奮い立つのだった。ならばお主、まったく民らにも困ったものよ。黄金等だ聴覚だと怪しい輩に乗せられおって。しかし考えようによってはこれは好機よ。わしらが戦果を上げれば殿の声望も高まる。口頭に孫家ありと天下に示すことができよう。ならばこれは甲斐のある戦よ。この黄降伏殿ご覧あれ。前黄金の一味を温泉前の良い肩慣らしになろう。行くぞ。敵を残らず打ち払うのだ。俺ら黄金島に歯向かえば天罰が下る。こんな風にな。お前ら黄金島の邪魔しようってのかい。だったら怪力俊足俊宗様と勝負だぜ。年の子なめるなよ。こりゃやべえ。こがさっさと逃げるに限るぜ。ん？いや敵将、
郷幸福が討ち取った。見事な戦ぶりだ。金の軍を釣り出す。まずは眼前の敵を派手に蹴散らすぞ。な戦ぶりだ。なんて強さだ。もっと味方を呼んでこい。よし、このまま敵兵を東卓にぶつける。その隙に我らは張角を撃つぞ。ほう、わしと同じことを考える者がいるか。何者だ。なんじゃ、戻ってきよったのか。黄金の兵どもの様子はどうであった。うん、鎧でか。黄金島の領主聴覚を撃つ。我らの力を。見せつけてやれ。よったな聴覚。この高校服が成敗してくれよぞ。ボングなる蒼天の獣よ、天意を受けて立った我を討つなどと申すか。今や漢の朝廷こそ俗臣が跋扈する幕府。
民を虐げ、権勢を欲しいままにするその悪逆がわからんか。蒼天すでに死す、光天まさに立つべす。万事天の声を聞け。天意に従い背水の陣を敷く。この試練皆で乗り越えようぞ。狙いは定まった。敵の足場を崩し戦意を損。蒼天の獣め、どうしが苦しむよ。天はお許しにならんぞ。黄金刀を率いる張角は倒した。官室に逆らおうなどとするからだ。いや、はい。やはり董卓。董卓のいる宮城を守っているのは張良か。そうそう忘れ。コウアイ、もう戻ってたんだな。元気そうで何よりだぜ。若こそ相変わらずお元気そうで。そうだ、ちょうど話したいことがあったんだ。今天下は大変なことになってんだろ。黄金刀の次は董卓が暴れてるって話でよ。こんな時にじっとしてなんかいられねえぜ。俺も親父と一緒に董卓を倒してんだ。なあ郊外、お前からも親父に頼んでくれよ。でしょうな。若ならばそうおっしゃると思っておりましたわい。幼少の身切りからご気性は変わりませんの。いいじゃねえか。なあ頼むぜ。もう留守番なんかしたくねえんだ。わしが申さずともそうなりましょう。若、殿がお呼びです。今後のおそらくは戦のことで話があると。おお、本当かよ。ですが若は血と血気が盛んすぎますからの。当分はこの高幸福が御身をお守りしましょうぞ。チッ、こもりつきかよ。俺は一人で大丈夫だったのによ。大変です、郊外殿。なんじゃ慌ておって。牧海大衆炎章様の名で激文が発せられました。なんと、早速殿のおっしゃる通りになったわい。わしは殿のもとに参ります。若も急ぎご支度なされよ。分かってるって面白くなってきたぜ。孫賢殿。獣がいるな。あなたもかかれ。狩りの時間だ。
仕留めれば風にことかかんな。狩りはもう十分であろう。孫賢殿、いかがさ。孫賢の、ねえ、どいつもこいつも官室のため己の欲から目を背け大義を振りかざしよって、くだらんアホどの目がごちゃごちゃうるさいの。董卓よ、わしにとって欲はあるわい。このような騒乱を鎮め、殿とそのご家族を守ることよ。そのためならば、わしはいくらでも戦おうぞ。やかましい。わしのよ。やらいでか。目障りなハエがおるわい。叩き落としてくれるわ。ふん、楽よなんぞくれてやるわ。さっさと長安へ引くぞ。役賊董卓を打ち払い、洛陽を奪還した。連合軍の大勝利を。みんな勝ち時を上げ。正門前に妨害策が設置されています。勝者の進路を妨げているようです。董卓を討つこと。私はわしらの手で抑える。あそこは敵にはもったいねえ。俺らがいただいちまおうぜ。定まった。敵の足場を崩し戦意を損。関心董卓。孫賢殿、いざと。竹木虎の牙は家族を守るためのもの。その強さは乱世に歯を唱えるためのものではない。だが
他の者にはそうは映らぬであろうな。友の優しさが演術らにつけ込まれねばよいが。また。何者か。このような時間に失礼。かけ孫権を捕らえろ。他の者は殺して構わん。玉璽だ。玉璽を奪え。玉璽が目的か。よもや。まあよい。まずは敵兵を蹴散らすぞ。活躍すれば目立ちそうだな。目標は決まった。いざ進軍開始。なんだこいつら、強すぎる。高等の虎孫権殿で、殿はただ奥方様のことだけをお考えくだされ。邪魔者はこの高校服にお任せあれ。何人も全て跳ね飛ばしてやりますわい。行くぞ。俺たちの獲物はあの場所よ。これより彼の地に進軍する。若輩よ、我が和田地をたどれ。これより彼の地に進軍する。若輩よ、我が和田地をたどれ。わしが相手をしてやろう。光栄に思うがいい。ねえ、おお。命令通り。よし、ここはわしらのものよ。でもよ、本当に良かったのか。かけよ、大式虎たちよ。兵を打ち倒し、上陽に我らの武を示すぞ。実は前々から目の上のたんこぶよ。思えば大殿もわしも随分振り回されたわい。
大殿、徳とご老子よ、孫作殿らと共にこの孝行福が演術を打つ様を。皆殿、断じて下るわけにはいかん。たとえ勝機がなかろうと戦うまでよ。それで一人でも孫悟の者を守れるのならば、わしの命など何も惜しくはないわ。殿、周遊よ。道は定まった。打つべきは曹操、守るべきは孫悟。孫家三代への忠義、今こそ果たそうぞ。孫権殿、曹操との決戦はそこまで迫っている。準備は抜かりないか今一度確認しなくては。孫昭公は無事劉備に嫁いだ。間もなく孫悟を支えていた周瑜が息を引き取る。郊外は悲しみを押し殺し、若者たちに稽古をつけていた。孫悟を強く大きくするため、時代を担う将の壁になる。それが郊外流の育成法。そして周瑜や散っていった同僚たちへの花向けでもあった。では胸をお借りします。はあ、鎧でか。リクソン、いや俺か。鎧でか。まだまだひよっこやの。それがしもお願いしましょう。自分が意地を通そう。たっ、うん、やらいでか。なんだこれで終わりか。こうなったら家計で燃やすくらいでどうにかなるでしょうか。皆まとめてかかってくるといい。どんな戦場でも生き残る気合と根性、とことん刻み込んでやるわ。やらいでか。